5分です。まだ朝日昇っていません。テントの中は起きたら6度でした。いいですけど、霜柱が落ち込む。That's what you came for. Lightning strikes every time she moves. 今6時26分なんですけども、まだ10分くらいしか経ってないんですけど、こんなに明るくなってきまして、これあれなのかな、雲が多いからあれですかね。朝日見えないのかな。でも明るい。やっと起きてきました。おはようございます。おはよう。凍ってます。霜柱みんな踏んでしまったよ。え？霜柱。全然寒くなかった。暑いくらいだった。あったかかった。朝6度だったよ、テントの中。外はでも、まあ、どうかな、とっていうところ。なんか明るいんだけど、日は出てない。ってことは、6時45分。しました。あれだね、あったかいと思ってたけど、外に温度計置いてたら1度です。今6時45分で1度だ。やっぱ夜はもっと寒かったってこと？夜もっと寒かったの。朝コーヒー、寒くはないです。寒くはないです。あー、うまい。うん、出てきてるね。雲があるからな。多分富士山の向こう側に雲があるんだ。バチバチ君の季節です。バチバチ君。あじゃ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 あ。何時ですか今？今ね、7時57分。7時57分。上がりました。眩しい。もうあんな上にあったの。もうあんな上にいたんだね。ああもう逆光全開です。これで一気に頭が上がる。うん、一気に頭が。変なキャラクターがいます。乾かしてます。テントはな、カラッカラだから、上のスノーピークは全然平気だったんだけど、やっぱ中がね、体温の、この向きが一番いいと思う。でしょう。あれだ、なんかさ、あの蝶々みたい。蝶々みたい。朝ごはんは現在下し中なので、お腹が減ったのでホットドッグ。ホットドッグ。テンション上げて。ちょっと片付けしても疲れてきた。今9時40分。ご飯の準備。とりあえずおやつ食べます。温めて。固形燃料。うん。
今日は固形燃料ご飯にしよう。固形燃料でやるの初めてだね。初めてですよ。これでうまく炊ければこっちの方が楽なんじゃないか。ほっとけばいいってことだもんね。そう、ほっとけばいい。良さは分かんないけど、でも暖かい風が来るから。暖かいですか。うん、大丈夫さ。北海道産の鮭入りました。何でもかんでも北海道産がうまいという勘違いを起こしてますからね、私は。洗脳されてるもん。でも美味しいものが多いよ。美味しいんですよ。野菜もやっぱり美味しいんですよ。海藻さんは間違いない。そう、あとはなんかバト2、バト1でいいんじゃないの。2じゃないか。2なの。2 あ、そうですか。ご飯の様子はどうですか。ご飯、ご飯大丈夫です。ついてる？ついてます。バトゥー、これ下にさ、野菜引いた方が良かったね。あ、そういうこと？そういうこと。野菜を切りましょう。この玉ねぎめっちゃ硬いの。え？なぜか硬いの。硬い？硬い。何、柔らかい玉ねぎってある？え？詰まってるってこと？どうみたいな。こう、うん、玉ねぎやいいんだよ。まあ焼くとちっちゃくなるからね。玉ねぎ焼くとうまいから。このさ、なんかお鍋よかったね。重宝だ。重宝でしょ。北海道産の鮭を飲みます。二度目リターン。戻ってきました。これでも1個は多いよね。多いね。だってもうすでにこのお鍋の高さ超えてるもん。塩コショウして蓋をする。ムニエル、ムニエルじゃねえや、ホイル焼き。簡単で美味しい。簡単で美味しい、汚れない、うん、ご飯にぴったり、優秀なやつ。はい、完了。いただきます。このままじゃダメだ。太陽の光で光ってますね。ご飯の火が消えたようですので。あ、でもなんか多分大丈夫なのかな。よくわかんねえな。初の。わかりません。固形。取り返しました。やります。ホイル焼きを焼きます。ホイル焼きを焼きます。あ、あれ忘れてた。何？ご飯を炊き始めましたっていうの忘れた。オープン。見えてません。大丈夫そうですか。良さそうだよ。完了しました。はい。完璧だ、やっぱり。やっぱりね、弱火なんですね。やっとわかりましたけど。いい具合だ。いい具合です。固形燃料の管理の方が人間が管理するよりいいと思う。そうなの。あれもちょっとパサパサかもしれないけど。あとは水の量ってこと？あとは水の量なんでやっぱり人間なんですよ。でも美味しそう。美味しそうだ。はい、いただきます。はい、うまい。
じゃあ次回の課題はお水ということで。11時過ぎたんで撤収、撤収開始撤収開始。パワー不足な人が椅子のポールすら抜けないです。もうそれもう老化現象だ多分力ねえとかじゃねえよ、もう老化現象だ多分はい、片付けます。撤収完了しました。富士山も見えたし、朝見えた、氷点下行かなかったし氷点下はそう言ってない。まあ冬キャンプというほどのものではありませんでしたが、肉も食えたしではないでしょうか。はい、はい、というところで2018年この動画が最後です。今年も1年ありがとうございました。ありがとうございました。来年はまたキャンプなりツーリングなり上げていこうと思いますんで、来年もよろしくお願いします。では皆様良いお年を。またね。This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.